で続きやっていくぜ。ここの、奥、もう何も考えずとりあえず奥進める限り進んでみるか。宝箱もある。これ左側にも何かしらのルートあったよね。でグボのミルク、ステータスアップアイテム、 HP だったかな。まあ、早速手に入れたもんは忘れないうちに使っていく。腕力か。まあ、タンパク質だもんな、ミルクってな。はい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 。ここで上に行くルートもある。まあ、今のマップの下の方にも宝箱いくつかあったけど、まあ、先に行けるんだったら上から行ってもいいかもね。で、これさ、多分だけど構造的にここ、何よりもここ切れたのか。はいはい。そうだよね、ここも行けるもんね。で、何エネミーもかけ直して、いや、珍しいな、戦闘なんねえな、みたいなこと言おうとしたら、まあ、戦闘なるもんね。で、おじさん、そろそろさ、大ボバドンで敵全体ダメージ与えられるようになってないかな。でも、まあ、おばさん、レディスのとこで。全体に入んないか。いや、まあ、しゃあない。で、まあ、メカニドスが全体してくれるから、このマイナスドライバーみたいなやつも、この、マルチアームだっけ？頭紫色のやつがいるじゃん。前に戦ったことあるよね。上位互換の敵が出てこないっていうことは、ここの大陸？大陸っていうのかな？ここの場面はそんなに、強い敵が出てくるような場所じゃない。まあ、昔の敵が出てくるような場面ってことだから。ああ、オッケーオッケー。おじさんのダイブは多分もうちょっと強くなってんのかな。はいはい、成長してるね。どこに繋がってるかだよな。外に出る疾風の剣が手に入れた。おじさんいい加減に武器装備させるか。いまだに、武器、あれだよな、両方盾装備してるから。いや、ガブニシールド、待て。右手にあれだな。あ、フォトン砲の杖は、いや、いっか。でも、疾風の剣にして、左手に、ガブニシールド。で、よだれかけからのコスモブーツで。まあ、こんなんでいいでしょう。で、せっかくだから回復アイテムも使っておいて、もうギガボー、まあ、回復アイテムもうガンガン使ってってもいいよね。どうせどっかですぐアイテム補充できるだろうし。あ、はいはい、スカイゲーザーね。前に戦った時こいつの色違いだったのかどうか、結局そこは謎のまま。で、結構ボン、なんかいいのねえかな。レディスンがな、単体ダメージっていうのが気に入らないところだよね。まあ使うんだけどさ、そのまま。もうおばさんの方が属性一つ少ない分、熟練度かな、おじさんよりも先にマックスになるよね。いや、何かしらの方法でおばさんにも非属性の魔法を覚えさせることができるみたいな、そういう展開だったらいいんだけど、全然ダメージ入ってねえじゃん。ああ、それでも倒せてる。で、このお宝は？カードね。もうおじさんも、言うておじさんもマックスだからな、意味ないんだよな。さあ、ここはどこに出る？全然覚えてない。こっちの大陸にもこういうのあったんだ。はあ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 。あの洞窟、あいつらのレジスタンスの秘密基地みたいなところかな。まあなるほどな、こういう感じで、つながりがあると。で、このフロア、もう特に用がないから、もう早押下に降りたいんだけど、何エネミーを使ってても、こうやって戦闘になっちゃうからどうしようもないと。で、いや、ダイボバ飛んでいいか。もうおばさんもダイボバ飛んでいいか。いや、もう、めんどくさいんだよな、呪文をいちいち強化するのってな。で、適当にミサイルでもぶちかまして、昔のドラえもんみたいだよね。昔のドラえもんで、のび太が、ジャイアンとかにいじめられて、
ドラえもんなんか出してよみたいな感じのことを言ってさ、仕方ないな、ミサイルでも撃つかみたいなことをドラえもんが言うんだよな。だいぶイカれた漫画よね、今考えると。ドラえもんってな、あれって何、まだ原作続いてんのか。藤子不二雄ってとっくになくなってると思うけどさ、その2代目藤子不二雄的な人とかが今のまだドラえもんとかって書いたりしてんのか。で地下に行って、今おじさんがさ疾風の剣使ったんだけど、あれだわ、2回攻撃できたわ。で、あとスターゲイザーだっけ、あの上にいたやついたじゃん、あのポリゴンみたいな見た目のやつ、あいつがさ、あいつ前にも戦ったことあるわ。いや多分色違いじゃないよな。バブリークラウプロスみたいなメカを召喚してきた。んでこいつ、ガブニードス様よりボイスレコーダーをお預かりしています。再生、おお、なになに、ガブニードス、バカな真似はやめて、あなたは狂っている。これソフィーか。愛しいソフィーを、わしは狂ってなどおらぬ、わしはこのレナスに真の平和をもたらすのだ。これがガブニードスだな。ガブニードスがソフィーをレイプしてるのかな、これは。あなたはレナスの人間の命を軽く見すぎているわ。彼らも生きているのよ。ソフィー、わしの邪魔をするな。お前もコウムのようになりたいか、レベルにつきたいというのか。あ、コウム、不治の病になったとか言ってたけど、ガブニードスのせいで不治の病になったのか。レナスを出て海外帰るのよ。ふるさともらえない、帰りましょう。ソフィー、お前にこれをやる。わしが狂っていると思えば、いつでもこれを使えばいい。これは何、自爆系の何か。え、何申し訳ありません、機械の調子がおかしいようです。はあ、あーで水のカード、もうおじさんにガンガン使っていって、おじさんに使いすぎるとそれはそれでおばさんとの間に差が出てきてしまうのがちょっと難点だよね。まあ言うてもう土も心も、土と心ぐらいだな。あとちゃんと育てなきゃいけないのはなかなかね、育てにくいよね、土も心もね。まあ土はまだあれか、大棒とも使えるからいいかもしんないけど、心だよね。まあ大棒バトンと大なネモン、この二つを中心に使っていくことになるのかなとは思うんだけどさ、いかんせん大なネモンだっけ、大なネモンの方は効果がよくわかんないんだよな。大棒バトン使うじゃん、ダイナネモンは使ってもどういう効果なのかようわからんよね。さっき お昼ご飯にピザを食べ過ぎたせいでもう若干今胃が苦しい。で俺そうだ、忘れてた、今回のパートでもさ、まあ、実況しててある程度干からびちゃうからコーラ飲もうかなと思ってたんだけど、コーラを用意するの忘れてたわ。まあ後で適当に戦闘シーンカットするだろうから、そのカットする戦闘シーンの時にでもコーラを準備しに、まあ、冷蔵庫のところまで行こうかね。いやー、ワンタンキルできないのはもどかしいよな。てかメカニオスまあまあ死にそうになってるじゃん。このターンはちょっと武器中心にして、まあメカニオスが HP 回復できるように。あー、1体の時に2回攻撃するとかじゃないんだ。はあ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 、さっき1体しか敵いなかったからその敵に2回攻撃してたんだろうね。はい、で下の方、この上の宝箱は前回取ったよね。上っていうか、あの画面の下にある宝箱だよな。ちょっと小高い丘みたいになってるけど、丘というか段差こうやった先にあるけど、ここに人が来るのは久しぶりだ。ほら寂しかっただよ、コウム様とソフィー様がいなくなり、ガブニードス様もいなくなって寂しかっただよ。いや、そんな夜鍋の歌みたいな感じでなんとかだよみたいなこと言われても困るよね。でクールの羽、素早さアップだっけ、これも何かしらのステータスアップのやつ、まあドラクエでいう唐辛子と同じような効果じゃないかな。
はいはい、素早く5ポイント上がって、いいね、イダテンになったおじさんは。んで、またお前らか、HP 回復するの忘れたな。いや、まあ一回しゃあない。そういうこともある。で、ダイボバドンと、さっきダイナネモン使ったけど、あれだよな、あんまり使えてなかったよな。んで、モミソコーンの、などで。あー、しまった、あれか。今回いないのか。222のグループだから、一番損するパーティーんだわ。いや、これ、おばさん、さっきからダイナネモン使ってるけど、全然あれだよな、成功しないよな。まあ、熟練度が低すぎるせいで、成功しないのか、何なのか分からんけれども、おばさんがな、もう無駄にターンを過ごしてるようなもんだから、もうちょっと仕事してほしいよね。で、リヒターの、もみそゴーンだっけ、これ。あんまり効かなかったような気する。まあ、敵がな、こういった氷属性の技に対して、はいはい、耐性あるよね。いや、まずい、おばさんとかが高いしそうだ。で、どうしよう。名前忘れたわ。バイサダーか。これがおじさんの水属性魔法を強化するためのやつだと思うんだけど、で、待って、一応、もうミソゴン使うか。で、エナドレをニートルマリアの方に。いや、干からびてきたな。いや、手元にさ、コーラがないっていう、まあ、飲み物がないっていうのか分かってる状況だと、より一層さ、干からびる感じあるよな。分かるか、この感じ。飲み物あると思ってたら、ちょっと精神的に余裕があるけどさ、飲み物がないっていうのが分かってる状態だと、余計に喉が渇くっていうか、こういう、あるよな、心理状態を表す言葉で、まあ、専門的な用語なんかしらあるんだろうけど、俺はそれは知らないと。で、これで、待て、俺この宝箱開けたっけ？開けたな。で、あとは、はいはいはい、何エネミの効果が切れて、待て、回復するか、さすがに。で、何エネミを使ってから回復した方がいいよね。HP が、HP の減り考えてるとちょっともったいないから、で、ギガボー。で、このラストエリクサーが有能すぎるよね。はいはいはい。最初にあの宝箱を開けて、あの細い通路を渡ったところで今回というか前回のパートが終わって、まあだから一周したのか、うまいこと一周して全部回収すべきもんは回収したぜということで、ケコンとかでいっか、どうしよう。ああ、オッケーオッケー、マルチアーム、これあれだな、グループなんだな。結構ボンは、マルチアーム割と耐性優秀だよな、こいつら。こんな見た目してるけど。いや、上のエアロハンターが、そんなに魔法に対して耐性ないだけで、エアロハンターが雑魚すぎるだけで、マルチアームは別にそこまで、有能ってことでもないのかもしれない。ここまで来て、この割とラスダンに、どちらかというとラスダンに近いような場所で、何に対してもその耐性がない敵って逆に珍しいよな。ちょっと待って、リヒター普通に攻撃だな。で、メカニオスはちょっとチューチューして、言うてもうあとラスボス倒しに行くぐらいしかやることないよな。ここで一旦戻って、あと行くとしたらまたあれだろ、おじさんの学校だよね。おじさんの学校行くぐらいしかやることないから。はい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 。で、これが、多分上に行ける場所だよね。はいはいはい。ここに繋がってるから、もうこれで完全にここの大陸でやるべきことはやったから戻るか。戻ってきたぜ。おいっす、校長、久しぶり。おじさんか。遅かった。ゼイゴスめがダルグレンを持ち去ってしまった。わしも止めようとしたが無駄だった。今ダルグレンは神々の御座にある。急げ、ダルグレンは神々の御座の力を借り、力を完全に取り戻しつつあるぞ。それからこれは余計なことかもしれんが、
ナスクオトのどこかの海岸に最高の回復パワーを持つギガボトルが眠っているらしい。いや、もう回収したよそれ。もしそれをまだ取っていなければダルグレンに行く前に探してみるといいだろう。きっと役に立つはずじゃん。まあ、こうやってヒントをくれるんだね。で、どこ行けっつった、神々の御座っつったけど、神々の御座ってあそこか。まあ、心当たりがある場所はあるんだけど、特殊な生き方じゃないといけなかったんじゃないかな。ここのさ、この辺にない？これじゃない？あ、え、お、あ、降りれねえのか。降りれねえよな。降りれねえよな。え、多分ここ、これだと思うんだけど、その神々の御座に行くためにはロープウェイ、これか。ちょっとちゃんと降りられそうな場所がないんだけど。いや、意外とあれだな、判定厳しいな。ここは、ああ、オッケー。神々の御座ってあそこだったような気がしたんだけど、いや、違うかな。うわ、ないもんな、だって。いや、もう行き方がわかんねえ。いや、これかな。ちょっととりあえずこれで。いや、でもあれって合ってるような気もするけど、合ってないかもしれない。前にでも、塔みたいなやつなかったよな。あの、ひびの入った塔みたいなやつが、前はなかったけど、今もあったから、多分神々の御座ってそれのことだと思うんだけど、どうなんだろう。長えんだよな、ここな。ちょっと、コーラ飲むわ。あー、ここか。本当にここか、でも。いや、神々の御座ってここだったかな。いや、前にあいつ名前なんつったっけ。ダフネか。え、行けなくねこれ。いや、一切の人間通すことできないんだったらここ違うか。ここ神々の御座じゃないか。どこのこと言ってんだろう。これ、なんだっけ。ダメか。いや、戻るか。え、神々の御座どこだ。あんたたち、ダルグレンが神々の御座に移されたことは聞いたかね。ゼイゴスは支配欲に取りつかれ、自分がレナスを破壊しようとしていることに気がつかないんだ。急いでダルグレンを止めるんだよ。いやー、その神々の御座教えてほしいんだけどさ、場所あそこで合ってんのかな。いや、まあ、あそこで合ってるんだとしたら、またあれだよな、さっきのあの地下のところから、そのソフィーのアイテムシリーズ手に入れた場所から行けば、行けるっちゃ行けるはずなんだけど、いや、それかな。もしかしたら俺がやってないことっつったら、多分もうそれぐらいしかないんだよな、他にそれっぽいところ。ちなみにこれ、こっから行ける？あ、こっからも行けるっちゃ行けるのか。うわー、でも距離考えたらでも微妙か。この、まあ、言うてでもあれか、ここ通るぐらいだったら、おじさんの母校から行った方が多分得だよな。いや、無駄に戦闘を重ねることになりそうだから、多分そうだよな。やっぱり一回戻って、
戻っていくのが多分早いと思う。これ上の敵も下の敵もコーヒーネオ時のモーション同じようなモーションしてるよな。二人とも多分雷タイプの電気属性のやからなんだろうけど、ミスりやがった。ケコボンとか効かないんじゃないか。いや、それなりに効いてるか。でもめんどくせえから、あとはもう適当に攻撃して、まあワンチャンメカニーオスが先手取れるんだったら回復してほしかったけど、そこまで都合よく回復はしてくれないと。で戻るぞ。でまたここに戻ってきたんだけどさ、敵が上位互換の敵が出てくるようになってる。いや、これ回復アイテムあれか、もったいないか。ミニ棒をおじさん使うじゃん。いや、どうにかなるか。ここをまたひたすら上に登っていって、その先が神々の御座であってほしいんだけどさ、まあ、上位互換の敵が出てきてるってことは多分こっちに来て正しいとは思うんだよね。このソフィーシリーズのアイテムがいっぱいあったここの場所、そうだよな、ぽいよな。で、こいつそうだ。こいつがさ、その赤基地の戦士。変な名前だな。赤月の戦士だったらわかるけど、なんだ赤基地って。こいつが前に、格闘王だっけ、格闘王っていう名前の敵がいたと思うんだけど、そいつの、多分上位互換だよね。まあ、ちなみにさっき思い切りカットしたけど、なんとか兵みたいなやつと、バルジャン1号みたいなやつの上位互換、バルジャン2号みたいなやつと戦闘になった。まあ、より色がバブリークラブロスの色に近い感じの見た目してたわ。で、同士。撫で型だよね。めちゃくちゃ撫で型だよね。あ、毒？おじさん毒食らったのかな？久しぶりだよね、でも毒攻撃してくる敵って。いや、もしかしたらいたのかもしんないな。たまたま全部毒攻撃がヒットしなかっただけで、毒攻撃自体は使ってきてる敵、まあ何体かいたのかもしんないよね。で、こいつ、回復すんのか。前に出てきたこいつの介護官の敵はさ、召喚とかしなかったかな。召喚してきたような記憶があるんだけど、まあ、こいつらはそいつらとは違うのかな。おお、そう、これよこれ、この爆裂剣見た目面白いんだよな。ていうか裸じゃないのこいつ。裸かこいつ。肌色が露出してたけど、肌色っぽい上着を着てるのか、それともあの手の下は完全に裸なのか分かりにくい格好してるよね。で、これよ、この疾風剣の2回攻撃、なかなか優秀だよな。いや、上位互換の敵とかも出てくると普通に1回1回の戦闘がしんどい。で、このままとりあえず上に行って、回復は、あ、メガボトル？メガボトルあったっけ？待って、今のハイボトルか。ハイボトルってあったな、そういえば。懐かしいな。もう全然使うことが なくなってたから、ハイボトルっていう名前の存在すらも忘れてたぐらいだけど、まあ、こういう時にな、こうやってある程度の HP 回復できるんだったら別にハイボトルでもいいよな。まあ、その上位互換のメガボトルとギガボトル持ってるわけだから。OK。で、回復して、出てきた。このバルジャン2号。こいつがなかなか手強いんだよな。で、まあ、ダイボバドンでいいか。おじさんもおばさんもダイボバドン使って。待て。これあれだな。スティングイブ。上位互換だな、こいつもな。ちょっと赤みかかった感じの。なんとかドールって名前の上位互換の敵だよね。いや、痛えよな。普通にぶん殴りが痛え。
全体的に火属性っぽい見た目してるからこの攻撃が効いてくれればいいんだけど、あまあそれなりに効いてるけど、リヒター今タイミング悪すぎんだろお前。せっかくメガニードスがうまく HP 回復できる絶好のチャンスだったのによ。マジクソだわ本当に。うん、もう適当に攻撃して、で今回のパートもなかなか時間経過してるだろうから一旦この辺で区切るのもワンチャンありだよな。まあ、メカニードスあわよくば回復させて、まあ言うて10分ぐらいは多分カットしてるけどもう動画30分ぐらいは経過してるだろうから一旦この辺で区切って、いや今度こそこれいや多分大丈夫だと思うんだよな。敵が上位効果の敵が出てきてるってことはこのスキルがラスダンであることに間違いはないと思う。うん、それを信じてとりあえず今回はこの辺で終えるか、次回に続く。